今日もこの時間がやってきました。スイーツラバーです。今日もスタジオにお迎えしています。ご紹介しましょう。なごみケーキハウスのオーナーパティシエ東さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の放送プリンに注目したじゃないですか。はい、はい、プリンに注目しているのにチーズケーキの話がそうですね、ちょっと出て、はい、でもチーズケーキもプリンと同じようにいろんな種類ありますよね。チーズケーキは、そうですね。多分世界で、どこの国にでも、チーズケーキ、いろんなパターンであるんじゃないかなっていう。いや、チーズケーキって、はい、ちょっと前、日本に行ってきたんですけど、空港のね、お土産物屋さんに行くと、はい、こだわりチーズケーキみたいなのが、あります、ね。わんさかあるんですよね。ありますね。ね。はい。だから、それだけ人気っていうことだと思うんですけど、そうですね。で、そういうところで見るのって、割とね、はい、ベイクドチーズケーキ的なそうですねのが多いなと思うんですけど、はい、日本ではベイクドチーズケーキ、うん、アメリカではニューヨークスタイルベイクドチーズケーキとか、はい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 、こういろいろ、国によって違うんですけども、うん、まずベイクドチーズケーキというのは、うん、まあ、特色としましては結構生地が詰まったような感じ、そう、ね、濃厚な感じですよね。そう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 、うん、まあ、そこに、タルト生地を使っていたり、うんうんうん、クッキー生地、はい、こちらですとグラハムクラッカーという言われるものを使っていたりして、はい、生地と濃厚なそのチーズの生地のコラボレーションですね。はい、そうですよね。そこを食べていただくっていうケーキですよね。はい、で、世界全体に見たとき、日本のチーズケーキはスフレチーズケーキと言われるタイプが多いと思います。で、まあ、スフレという言葉自体はフランス語がなんですけども、うん、ふわふわしたもの、ムース状のもの、気泡のあるもののような表現になるんですけども、うんうん、スフレチーズケーキだと、よく先ほど言われたベイクドチーズケーキもそうなんですけども、ふわふわは、うん、チーズケーキとか、うん、そういった表現で、ね、はい、お持ち帰りお土産とかにそうですよ、ね、なっているものも多いと思います。ありますよね。はい。で、まあ、うん、大きく言って何が違うのかと、はい、そうですよ、ベイクドチーズケーキは一般的に製造上、うん、卵をホイップすることはないです。ああ、そうなんだ。はい。はあはあはあ、で、スフレチーズケーキというのは、うん、卵白をホイップさせて、はい、その生地を入れることによって、メレンゲと言いますけど、うんうん、メレンゲを多く入れることによって、はい、ふわふわの食感に仕上げているという。はい。そういうことなんだ。そうですね。前回の放送でね、ちょろっとだけ、なごみケーキハウスでは、はい、レアチーズケーキと、あ、そうですね、いう名前で出てるけど、はい、これアメリカに、日本人にとってはレアチーズケーキですぐピンとくるけど、はい、アメリカにおいてはまた違うんですもんね。つながらないと。一般的にアメリカの方だとチーズケーキというと、ベイクドチーズケーキが一番頭に来るみたいですね。ベイクドチーズケーキっていうと、アメリカの表現でいけば、日本人が言うスフレチーズケーキも、ベイクドしてるから、ベイクドチーズケーキなんですよ。そうか、そうか、そうか。その時に、レアチーズケーキというのは、何なんだ、レアとは、うんうんうん。これは生なのかって言われるんですけども、はい、ね、僕の説明としては、生ではあると。はい、ベイクしてないし、クックしてないんで、生ではあると。生っちゃ生だよ。そうです。ただ、まあ、どちらかというと、表現は、クリームチーズを使ったムースだよっていう方が通じるんですね。はい、まあいろいろ、まあだいぶカテゴリーは違いますけども、うん、ティラミス。あ、ティラミスね。前回のティラミス好きです。大好き、ティラミス。あれも実はマスカルポーネチーズというチーズを使っているのが主原料になるので、そこに、ホイップした卵とか加えているので、はいはいはい、いわばチーズケーキです。またそれもネーミングのマジックですね。そうですね。そこがケーキ業界の面白いところかなと。か、今後いろんな商品が出た時に、ん、これは元はなんだっていうふうに考えていただけると意外と楽しいかもしれないですね。そうですね、はい。これはじゃあカテゴリーとして何なんでしょうねっていう話とかがあれば。その辺もいいですよね。はい。はい、また今後も楽しみにしたいと思います。はい。ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。